こんにちは、課長です。本日はですね、SAO コラボ2に突ってしまいました。皆さんね、ありがとうございます。いや、本当にね、最近コンパスが楽しくて楽しくて、もう仕方ないですけど、まあ、これもね、皆さんのおかげですね。でね、今回で、コラボが、いくつ目だ？これいけるかな？まあ無理だと思ったけど、いけそう、来てる。まあ僕が犠牲になる分にはいいかな。白子じゃなくて超歌舞伎ミックコラボでストファイの剣、あーれー、それ無理だな。ストファイの剣で、で、チェーンソーマン入って、今回ね、SAOで5個目っすね。まあ、剣を使ってるかどうかは、皆さん聞かないでほしいんですけど。まあ、で、白虎工場かコラボかっていうね、ところもね、まあ、置いといて、5コラボ目かなと思います、世間的には。はい。これ裏から行った方がいいな。裏で、あやつから倒さないといけないんですけど。苦しい。黒より強い色。知らない？いやー、負けるのか。足も速いのずるない？帰るんですけどね。これやった。やられてる。いや、それは無理やな。亡霊クラか。そこで HS ハック、まあそうだよね。なるほど、そういうこと。はい、はい、ワンちゃん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 、なかった。くー、悔しい。いやー、惜しいっすね。いやでもね、全然旅路の火力は違うんだよね。火力こそ、まあ、ゆらら、そう、ステータスはちょっとだけ劣るんですけど、旅路自体の火力はね、まあ、ゆららと全然違うんで、ワンパーラインがマジで上がってる気がする。何がしもそうだし、あとノホとかアスナとか、そこら辺がね、めっちゃ強くなった。2戦目、デルミンやっていきます。まあ、旅路はね、まあ、ゆららと交換するか、ゆらゆらするか、みたいな、そういう感じで使えるんですけど、朝露迷ったんよね。どうしようか。まあでも、かっこよくない？朝露ポチタって。まあ、白虎ポジタでええやんとか、まああるかもしれないですけど。いや、マジ？そういう感じなのね。はい。で、ダメかないんで、引きましょう。まあ、デルミンだったら、白虎詰めないんで、普通に強いと思うんだよね。まあ、他なんだろうな、朝露が強いキャラ。まあ、ニズヘとかで、まあ、朝露、ポチタ、バーゲン、旅路とか？まあ、朝露に関しては、完全になんとなく、まあ、ちょうど同じ枚数だったんで、なんとなく入ってるだけなんですけど。
そんなバカな、そんなバカな。ミクこっちだ。天才だ。桃鍋は聞いてない。まあ、引こう。なんかよくわかんないけど耐えてるから引こう。いやこれ当たるんかーい。ナイスかのうね。ただこれやられちゃう。ナイスこれ素晴らしい。まあ、完全に無視されてる。死んじゃうよ。ナイス。あーもう苦手すぎて困るわ。ちょっとプレイが残念すぎるんですけど、まあ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 、まあ、耐久頑張ったということで。シノンさ足速くて体力高いからなかなか詰めれないね。むずい、むずいです。言い訳させて、むずいです。ただ敵かっこよくなったよね。うん、かっこいいです。ラストの方やっていきます。ステージいいっすね。の方はゆらゆらできるからだいぶ熱くない。まあ、マキマでもいいんですけど、まあ、そこら辺は、まあまあまあ、気分で書いていってっていう感じかな。やっぱ大事だからね、一発の火力。いや、でも嬉しいね。今シーズン、キリアス・シノンとかね、多分流行ると思うんですけど、ね。まあ、そんな中でアスナ、タービジ使ってできるから、マジで嬉しい。まあ言ってもいいな。ナイス。お、これ当たった？もしかして。どう？当たったっていうことにしといていい？そういうことにしといて、みんな。いいっすね。このステージマジでいい。で、相手しかも、シノンがいないんで、なんなら、なんか前目で HS が打てたり、打てなかったりするんで。まあ、本当はリスチ帰った方がいいんだけどね。まあ、シノンが多いから、やっぱ、ノホ熱いと思うんだよね。熱いっていうか、まあ、帰れるから、ヒーロースキルをちゃんと活かせるっていう。今、アツシとか、もう多分すぐ抜かれちゃうから、今まで新祖国めっちゃ入ってたじゃないですか、なんだかんだ。特に上位環境。ただ、今もうきついと思うんだよね。まあ、あれは、やれるっしょ。そんな体力、高いわけじゃないし、と思ったけど、うん、何も起こらず。復活しない？ダメか。うわー惜しい。うーん、とりあえず HS 吐きます。可能でもらっちゃってる。でもモノクマは多分共演まだ上がってないからいけるかな。 HS 耐久ナイス。どうなってるこれ。おー、どこ行った。
どこ行った？ああ、間違ってない。残念。いやー、自陣側に見といてあげればよかった。全然、なんか、間に合うつもりでいました。すいませんでした。あっち側に向かってチェス入ってるから、どうなんだろう。向こう側にいたら、やばかったんかな。まあいいや。まあ、そんな感じで、朝水とね、旅路が、担当しましたと、皆さんね、本当にありがとうございます。めちゃ楽しいんで、ちょっと今シーズンね、いっぱい使っていこうかなと思います。